徳川さん続きましたね。でも徳川さんが続いた理由というのもあるわけです。なるほどですね。はい、はい、OK です。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、次のページに行っていただきます。はい、ここまで日本史の法則をざっと説明しましたが、はい、次のあれなんですが、蘇我のイルカですね。4人改革者ですね。日本の私が認める、はい、勝手に私が決めた4人の改革者がおりまして、個人的にある種の四天王です。まず1人がですね、はい、蘇我のイルカさん。お、有名な方ですね。蘇我氏を最後滅ぼしたと言われる方で、天皇の目の前で初めて殺されたという方です、ね。あのいきなり天皇のですね、あの、はい、光玉天皇の目の前でですね、中野上の王子、先ほど出た天智天皇ですね、はい、いきなり首をはねられたっていう方でして、でその時に蘇我のイルカさんが言ったのがですね、あの光玉天皇の前で、なぜ私が殺されなきゃいけないのかって叫んだと。それに対して中野上の王子、その天智天皇は、いや殺すべくして殺したんだ、こいつは天皇家を潰そうとしたんだというふうに言ったというふうに言われとるんですけれども、はい、いろいろですね、はい、蘇我のイルカのことを調べてみると、はい、どうもそうじゃないんですよ。ほう。蘇我のイルカ、例えばですね、有名な話で、はい、天橋の丘に蘇我家が要塞を作ったという話があります、はい、でそれは天皇の宮である飛鳥の宮を見下ろす位置にあるから、これは天皇を超えるつもりだったんだというふうに日本書紀とかには書かれているんですけど、はい、私ですね、まあ、飛鳥にはよく行ってですね、いろいろと、趣味で調査をさせていただいたんですが、趣味でですか、はい、天橋の丘行くとですね、はい、全然違うんですよ、はい、いや確かに見下ろせる位置にあるんですけど、天橋の丘って要塞になっていてですね、はい、要塞のその防塁が全部飛鳥を守るようになってるんですね、はい、ということは蘇我氏は何をしたかったかというと、天橋の丘にいることによって飛鳥の宮を守ろうと、はい、していたと。なるほど。いうことで、実は日本書紀は嘘ついてんじゃねえかということがあるわけね。疑惑もあるということです。なるほどですね。はい、わかんないです。でも、はい。あ、いるか。いやー、なるほどね。そう。で、またですね、この蘇我のイルカさん、非常に改革熱心でありまして、例えば当時ってですね、唐という王朝が中国で猛威を振るっておりまして、はい、で朝鮮半島がずっと3カ国に分かれていたんですね、百済、新羅、高句麗と、はい、ところが唐という国の介入がすごくてですね、はい、まあ、高句麗を攻めたり、あるいは百済を攻めたりしてですね、はい、非常に朝鮮半島の状況が不安定な中、はい、日本が立つ位置はどうすべきかってことを蘇我のイルカさん考えてですね、はい、これと戦争するのではなく、はい、うまく付き合うと、要するに朝鮮半島が潰れてもいいように唐ともうまく付き合えるような体制を整えようとしていたという、事実がありまして、なるほど、はい、ところがですね、これはものすごく反対者が多いんです。なるほど。なんでかというとですね、もともと日本は当時百済という国とですね、はい、もうものすごく親戚関係のように付き合っていて、そしたらその百済の国が滅亡の危機であるわけでしょ、はい、それなのに外交方針を変えてしまうという蘇我のイルカのこの発想、はい、もうそれは他の人から見ると何やっとんだって話なわけですよ。まあそうですね、ですね。でまたですね、当時国家は、はい、また天皇と言ってなくてですね、大君と言っていた時代で、はい、どういうことかというとですね、豪族たちが全部土地や人民を持った上で、その上に大君が君臨するという国家体制だったんですね、はい、でそれを蘇我のイルカはですね、光玉天皇とともに天皇中心に全部変えてしまおうと、はい、でそれで律令制度といういわゆる隋唐が敷いた制度を、はい、国家の中枢に据えて全部国有地にしてしまってという改革を進めようとしたんですね、はい、でもそうするとどうなるかですよ。豪族たち全部人民も取り上げられる、あ、まあそうですね、ぶち切れますわな。まあそれは切れますね。それで結局蘇我のイルカに対して自身、はい、ものすごい不満があってですね、はい、はい、なんでしょう。あ、ちょっと、はい、なんか知らんけど、百済がどうのこう、はい、くだらねえなるほど、ありがとうございます。いただきました。天の声からですね。天の声から入りましたけれども、はいはい、というわけで、まあ、蘇我のイルカっていうのは改革者、律令政治ので、彼が作った草案というのはかなり律令国家の基本中の基本をやっていて、彼の改革もそうだったんですね。でなので、まあ、私は彼は律令国家への基礎改革者じゃないかと。ただし、はい、あまりに性急に改革を進めようとしてやったので、はい、まあ、消されたんじゃなかろうというふうに思っておるという次第です。で私はですね、飛鳥寺のところにこの近くにこの首塚があるんですけども、はい、まあ、そういった功績をですね、私が個人的に称えてですね、はい、蘇我のイルカ様ということですね、ちょっとお手紙を添えて送って、はい、でですね、置いていったというやりました。はい、そういうエピソードが、はい、勝手な個人的なエピソードです。なるほど。そういうこともしたということです。素晴らしい。思い入れが深い。思い入れが深いですね。はい。じゃあ次によろしくお願いします。次。おお、清盛ですね。
うん、次がですね、平清盛、まあ今ですね、低視聴率で評判な大河ドラマ、平清盛。個人的には結構好きなんですけどね。ですよね、はい、面白いですけどね、はい、松山健一さんがやっておりますが、まあ、この平清盛、まあ、非常に評判が悪い方でした。確かにあんまりそうですね、源氏物語でとかでですね、はい、平家物語、はい、まあボコボコにされますよね。されますね。おごれる者も久しからずと言われておりまして、まあ、要は武士であるにもかかわらず貴族になって、栄華を極め藤原氏のような政治をしたんじゃなかろうかみたいなことを言われていると。だから滅びたんだみたいなことを言われとるんですけど、はい、彼はですね、今回の平清盛の主題でもありますけれども、はい、彼は本当に武士の中の武士ですね。おお。で、なんで彼が武士の中の武士かというと、はい、彼は改革をするために権力を求めたんですよ。お、簡単に言うとですね、はい、で、ところがですね、まあ、当時武士で非常に有力だった別の武士で奥州藤原氏という、もともと恵比氏と言われる民族の人たちがいたんですが、彼らはですね、はい、自分たちはまあ大和の民族とも違うので、まあ、事実上の独立国家を作っていたと、はい、いう現実があります。で、彼らは要するに朝廷と関わらずに、はい、まあ、ちょっと距離感を置きながら独立国家を作って実権を握るという体制を取ったんですが、はい、平清盛はもう完全に、はい、国家を変えてしまうと。ほほほ、もうこんな腐り切った国家で、はい、当時の国家ってですね、国民の半分が飢えるとかいう最悪の国家でして、とんでもねえですね、はい、というのもですね、全部貴族に富が集中するんですよ、はい、でこの国家変えざるを得ない。でしかも穀物生産もものすごく低くなっていて、穀物の国内自給だけで全然回せないという状態があった、はい、だから平清盛は貿易に目をつけてですね、ほう、経済外から物を運んでくる、あるいはそこで商売をすることによって国民を食わせようと、はい、でそのためにはね、彼は権力を掌握しなければですね、その改革はできないわけですから、はい、まあ確かにですね、だから貴族社会に入り込んでいって、で武士としての実力っていうのも見せつけながら貴族社会でも認められるっていう立ち位置を取って、もう誰も文句を言わせない最高権力者になろうという、なるほど、まあ、立ち位置でやってですね、はい、で彼が政権に就いたらですね、やっぱ彼はそのやるわけですよ、はい、大和田の泊まり、今の神戸ですね、はい、神戸を改築し、はい、で瀬戸内外航路というのを開きですね、はい、この北九州地区にもすごく影響を与えた方ですけども、まあ中国の船とか朝鮮の船とかをですね、はい、本当都の近くまで、はい、呼び寄せて、で経済の活性化を一気にやったわけです。僕はあれですね、地デジに最近なったんですけど、はい、ちょうどその時期に見た清盛の話が確かそんな話のスタートになってたと思うんですよね、はい、そうですね、そう、都を移せばいいじゃないかみたいな、はい、多分その勉強だと思うんです。結果的にですね、彼はその、はい、その経済力を国内全部に知らしめるためにどうするかというと、はい、京都からその福原っていう、まあ、大和田の泊まりの隣にある、まあ、要するに神戸なんですが、はい、そこに移すということまでやってのけるわけです、ね、うん、でそれに対して反発するとか、主級的な連中はですね、まあ、硬軟使い分けてもう力ずくで抑えたり、はい、あるいはその階級を使って抑えたり、前例を使って抑えたり、多彩な方法で抑えていくわけです、はい、でまあ、そういったことで彼は改革を成し得ていく、要するに実力社会ですね、実力社会 で、はい、でしかも国民全体が食える社会、はい、まあ、そういった社会を作っていこうというふうに平清盛は考えて、はい、で出していったということでですね、はい、まあ、ところがね、彼の後を継いだ源頼朝、はい、彼は、まあ、事実上平清盛を継いだんですが、彼は面白いですね、奥州藤原氏 の、 その独立志向と平清盛の志向を組み合わせて関東に独立国家作ったんです、はい、いやよくできてますよ、ほう、素晴らしいですね。要するに朝廷の中入ったらどうなるか、平清盛になっちゃうんですよ、はい、結局朝廷ってすごいところで、はい、騒乱したかと思っても、はい、引きずり下ろされるんですよ。なるほど。じゃあ関わらなきゃいいじゃんっていう、その、はい、平の源頼朝のその潔さ、はい、まあこれはなかなか素晴らしいもんだなと思いますということで、じゃあ次のあれお願いします。はい、次、あ、これですね、足利義教。この方ですね、あまり詳しく知っていらっしゃる方いない、事実上ですね、うん、日本の教科書から消されてる方です、ね、消されちゃったんですか、はい、じゃあ確かにあまり見ないですね、はい、中学校教科書でギリギリ太字っていうで、はい、高校教科書でもあまり出ないっていう人で、はい、小学校の教科書で絶対出ないんですね、方なんです。足利義教。この方ですね、足利将軍、六代将軍なんです、はい、で別名九軸坊と言われておりまして、八幡宮のご神託を受けて、はい、公方になった方、要するに将軍になった方ですね、はい、で有名な三代将軍足利義満公の、はい、子供に当たります。でもともとその義持という四代将軍が継ぐことが決まっていたので、彼は若い時に義援と名乗ってですね、比叡山に、
出家するんですけど、はい、彼はですね、十いくつかの若さでですね、まあ、神童だったんですね、天才だったんですけど、いきなりもうあのトップに立ってしまうんですね、座主と言われる、はい、もう比叡山のトップに立ってしまうという超秀才で、はい、天才で、でそんな彼がまあ結局くじであの将軍に官族っていうんですけど、あの出家したとこから戻ってきて、属性に戻ってきて将軍に就くということをするわけです、はい、でそんな彼が目指したのは何かですね、はい、足利将軍家のを徹底して強くする、で、はい、なんやかんやでですね、平清盛の後を継いだ源頼朝は独立国家を作ってしまったので、はい、国がバラバラなんですよ、で武士同士の争いもバラバラでですね、はい、なかなかその集中して何かができないっていう状態があって、結局そのいつも戦乱、いつも騒乱、もうまさに世紀末ですね、そうです、で足利将軍家もねできたはいいけど、はい、結局3代にわたって南北朝時代ってあって、南北朝の動乱期で、はい、戦争戦争戦争だったんです、はい、でそんな時に自分のお父さんの義満が南北朝統一はしたんですけど、結局内乱内乱内乱の連続で、それがまあ現実変わらないのは何かというと、はい、将軍の力が弱い、はい、であるいはその各地の大名が非常に力を持っているという現実があるから、それを変えなきゃいけないと、はい、そうしなければ国民は安らかに暮らせんだろうということでですね、はい、足利義教がやったことは何かというとですね、徹底して守護大名を潰す、もう力で潰 す, もうすごい、自分に反発するやつ全員潰す、はい、あるいは自分に反発しそうなやつには、あの養子を送って、自分の子供や自分が拾ってきた子供を養子に送って全部乗っ取る、おそういうこと、はい、目を摘むわけです、ね、はい、目を摘むわけです、全て目を摘む、でそこの時ですね、でしかもですね、それだけじゃ経済が回らんので、やっぱり彼は貿易をします、はい、でしかも貿易の仕方がですね、はい、足利義満のお父さんがした貿易の仕方とはえらい違いですね、お父さんはですね、国王位をいただいて、はい、民国の皇帝から日本国王というをいただいて、はい、ちゃんと正式な形で外交をやろうとするんですね、要するに民国の秩序の下で、はい、貿易をやろうとする、足利義満は違います、はい、よこせ、なるほど、簡単に言えば、いや、お前ら争われたくなかったらよこせと、立場が、はい、逆にやってますよね、どっちが偉いか分かっとんかと、なるほど、いうことなんですよ、でそういうことをやるもんだからですね、はい、民国からですね、はい、大和光と、はい、大悪魔と言われてしまう始末でして、はい、ですごい評判があるんですね、で日本でもそうやって締め付けに締め付けをするので、はい、まあものすごく評判が悪い、まあそうですよね、もう悪魔と言われ、はい、魔王と言われ、ね、もうとにかく悪行増減剥がれるような方でした、はい、国内よりも国外での方が悪名があ、もうどっちもですね、どっちも非常に悪名が高くある種の四面楚歌のような、はい、四面楚歌のような状態なんですけど、でも現実問題、権力をそうやって掌握していって圧倒的な軍事力を握るわけですね、はい、でだから誰も歯向かえなくなっていく、なるほど、ただそれでもですね、一人だけ歯向かえるやつがいたんです、ほう、それが鎌倉公方といってですね、もともとのその源氏が培っていた、源氏や北条氏が培っていた鎌倉幕府の流れを組む、まあ、足利家なんですけど、はい、鎌倉府っていうのがあって、関東独立国家みたいにしてたとこあったんですね、はい、そこは独立国なので、あ、歯向かえるわけですよ、なるほど、でそこにですね、足利持氏という、まあ、足利義教のことをものすごくライバル視してるやつがいてですね、はい、もうこいつも似たようなやつで目は全部つむみたいな、はい、なるほど、もうだから関東の足利義教みたいなやつでして、でこれが2人喧嘩するわけですね、なるほど、で足利義教としては目の上の炭鉱なので、これをぶっ潰しにかかると、まあそうですね、ですね、はい、でそれが影響の乱という乱があってですね、はい、これに足利義教が圧勝するわけです、おお、圧勝するんです、持氏を自害に追い込んでですね、で、はい、結局足利義教は日本最高の権力者になるわけですね、上り詰めましたね、上り詰めるんです、うん、もう誰も歯向かえない、うん、もうとんでもない、でしかも、はい、ほとんどの大名が、はい、みんなもう子飼いですから、はい、自分の子供みたいな連中ですから、でもここまででちょっと敵はない感じ、敵はない感じ、まあ、今のところ順調ですよね、はい、順調でしょ、でそのところがですね、はい、影響の乱の戦勝の、はい、宴をですね、はい、ある唯一子飼いでない赤松家のとこからですね、はい、戦勝祝いをと言って、はい、呼ばれるんですお屋敷、はい、行くわけですね、はい、で赤松さんは子飼いではないんだけど、ずっと自分のことを支えてくれたので、はい、非常にその、まあ、気は許してたんだとは思います、はい、まあ許してなかったんかもしれないですけど、とにかく行かなきゃいけなくて、はい、で行ったらですね、いきなりですよ、主演が始まった直後に、はい、後ろから首をパーンと跳ねられて、ね、ここでもまたですか、そう、突然です、主演が始まった瞬間に跳ねられて、要するに赤松さんは初めからその気だったという、なるほど、で呼んだわけですね
その瞬間ですね、どうなったかです、はい、足利将軍家は、はい、最高権力者たった一人が全てを決めるという最高権力者が死んだわけですよ、目の前で。まあ統制取れないですよね。でみんなバラバラになりますよね、はい、そして今までよりも最悪のバラバラな自国の時代が始まるこれがいわゆる戦国時代、ね、戦国時代だろう、戦国時代の皮切りだったんですね、はい、実はあの応仁の乱が契機だというふうによく言われてるんですけど、はい、実際は足利義教が死んだ時からもう事実上応仁の乱始まってまして、はい、ただまあそれでもあの足利義教の子飼いの武将たちがですね、まあちっちゃいから一緒にいるのでそれなりに平和を保ってたんですけども、はい、応仁の乱が結局細川勝元という武将 と、はい、それとあの山田宗全という武将、こちら両方とも足利義教の子飼い武将なんですけど、はい、この二人が喧嘩するわけですよ。なるほど。こうなってしまったらもうどうしようもないですよね。まあそうですね。もう誰も抑えられない。統制何も取れない。統制取れない。それで完全な戦国時代になると。なるほどです。でただ足利義教が目指したのは、はい、安定的な完全な中央集権国家ではあるんですけれども、はい、あのバランスを取った形、いろんな大名を組み合わせてバランスを取った形での政権を取ると、はい、ただし土地の権限は全部将軍家が持つと、はい、でそれによって振り分けていくっていう体制を彼は考えていたんですが、はい、まあ、それを危険視いろいろされて、はい、まあ、結局そういう目にあったと、パーンとですね、いうことですね。はい、あ、赤松さんはですね、自分が唯一残された子飼いでない武将だったんですよ。となると次は自分だと。あ、なるほど。最後、はい、次は自分が殺されるんじゃないかっていうのが先に立って殺したというふうに言われております。なるほど、はい、という感じでですね、はい、で、まあ、次のあれに行っていただきたいと思いますが、はい、そして最後ですね。はい、最後です。こちらの方はあんまり見たことないですよね。見たことないでしょ。小栗忠政という方で。あ、そうなんですか。違うと思います。小栗旬のおじいちゃんではないと思いますけども、はい、はい、この小栗忠政さんっていう方、はい、あまりご存じない方が多いんですが、はい、彼はですね、幕臣です。徳川幕府の家臣でおりまして、はい、この方ですね、はい、横須賀駅に行ったらですね、でっかい銅像が建ってます。ほう、横須賀を作った方といっても過言ではない。なるほど。してで、この方も非常に秀才極まりない。でしかもものすごい筋の通った方でして、はい、まあ、若くから非常に海外とかにもね、興味を持っていらっしゃって、はい、いろんな貨幣とかですね、はい、あるいはそのいわゆる近代化ってどういうものかとかいうものを全部研究して研究して研究しまくってた方で、はい、ある時ペリーが来た後に、はい、ハリスという方と交渉して日米修好通商条約っていう、ああ、なんか聞いたことありますね、はい、結びますよね。これで初めて日本は海外と、はい、まあ、要するに鎖国を解いて、はい、交易を始めるわけなんですけど、はい、はい、でその交易を始める時に結局その修好条約を批准しなきゃいけないので、まず江戸で批准してますけど、今度ワシントンでも批准しないといけないと、はい、その時の憲兵施設っていうのを送らなきゃいけないわけですね、はい、でその時に、まあ、幕府側が持った軍艦がいわゆる有名な勧進丸っていう、はい、勝海舟が艦長だったという、まあ、人ゲーゲー入ってただけですで、まあ、その勧進丸とかに乗ってですね、行くわけなんですよ。でその時の一番の事実上の実力者がこの小栗忠政、まだ当時30代なんですが、はい、もうその彼はですね、行った時に一番まずやらなきゃいけないのは日本と世界の金と、はい、貨幣のいわゆる価値が違いすぎるというんで、はい、日本はその金が豊富に取れたので金と銀の、比率、はい、そうなんですよ、めちゃくちゃ金が取れたので、はい、金と銀の比率が非常にちっちゃかったんですよ、はい、はい、ところが海外ではですね、例えば、まあ、具体的に言うと海外では15対1で金と銀が交換されていたのが日本では5対1だったりするわけですね。なるほど。こうなったら外国人どうしますかって話ですよ、はい、日本に来て交換するでしょ、どんどんね、はい、そしたら金が全部流出しちゃうでしょ、はい、で日本は大変な危機に陥る、はい、なんかそういうことを全部小栗忠政は危険だと感じて、経済を回すのに危険だと感じていたので、はい、アメリカに行った時にアメリカの銀行員たちを集めて、はい、世界の貨幣がこういうもので日本の貨幣がこういうものでこうだってことを全部きれいに目の前で実験して見せて、はい、で彼らを納得させて、はい、彼らからブラボーと言われるほど納得させて、おお、ブラボーなわけです。すごい、この人はすごいと。素晴らしい、エクセレント、彗星の方だ、はい、でそうやった方なんですけども、まあ、この方ははい、その後いろんなその産業工場を見るわけですよ、はい、でそして産業工場を見ていく中で日本にの今後は何だというふうなことをずっと考えるわけですね、はい、で他の幕臣たちがみんな要するに江戸時代前までのいわゆる前さっき話したその足利義教さんが考えていたような、はい、いわゆる物をね買ってきて物を売ると、その仲買貿易でうまいこと、ね、政権を経済豊かにすればいいんだっていう発想の人たちが多かったんですけど、はい、まあ、勝海舟さんとか坂本龍馬さんとかもそうなんですけども、はい、
小栗は違うんですよ、はい、それじゃダメだと、ほう、産業を作らなきゃダメだと、自分たちで作っていく、もう時代はもうそっちだと、自分たちで売れるものを 自国で作って、はい、それを売らなければもう絶対に国家はあの成り立たないというふうに考えていて、はい、彼はあらゆる反対を押し切ってですね、はい、いわゆる殖産工業ということをやるわけですね、はい、でその、皮切りとして横須賀に製鉄所を作ります、はい、で造船所を作ります、それが今 の横須賀、あの米軍基地とかもありますけど、あれの元になってるわけですね、はい、でだからこそ横須賀ではもう小栗忠政といえばもう神様なわけです。なるほど。で小泉純一郎がね、はい、首相だった時にはもう小栗忠政はですね、やはりあの小栗先生、小栗先生というふうに小泉さんがおっしゃるものですから、まあすごくあの最近あのあったらね、あの日の目を浴び始めたと、はい、なるほど、歴史の教科書会では、はいはい、やっと変わりつつある、なるほど、ところがですね、彼、はい、あのそんなものすごくその筋の通った方あれなんで、はい、あの結局その、まあ戊辰戦争の時にですね、まあ、これは後で詳しく話すんですけど、はい、いろいろあってですね、彼打ち首になるんです、新政府、あれおっと、新政府は小栗が怖くて仕方がないです、なるほど、だから首にするんです、みんな急に首が飛びますね、はい、新政府の役人が怖いから、小栗忠政が怖いので打ち首にしちゃうんです、なるほど、はい、新政府になってからですね、あの戦争中ですね、戊辰戦争の最中に新政府軍に捕らえられてクビにされるんです、そういった方ですね、ただまあ彼 の案プランっていうのは残るわけです、はい、はい、じゃあ次のページお願いします、はい、いや、まだですね、まだですね、一応プランナーとしては最後ですけど、まあそういうわけで、まあこんな感じで、はい、まあ簡単に言うと蘇我のイルカが古代を作り、平清盛が中世を作り、足利義教が近世を作り、小栗忠政は近代を作ったんではないかというのが、まあ私の意見です、というわけで、はい、次お願いいたします。でまあ、はい、まあこれからですね、基本的な歴史の話を巻き巻きで話していきますけれども、はい、巻きですね、ペリー来航当時の世界というのがですね、まあ重商国家の衰退と言ってるんですけど、まあ先ほど言いましたその商売だけで何とかすると、はい、まあスペインとかポルトガルとか、あと中国とかそうなんですけど、はい、まあそういった連中がですね、ちょっと衰退している時代で、はい、逆に産業国家ですね、イギリスとかフランスとかドイツとか、まあそういった国々が勃興している時代でした、はい、でまあ要するに蒸気船、蒸気機関っていうものを軸にした産業っていうのが非常に世界を席巻する時代で、まあ世界中がですね、それで市場を求めて、世界中を植民地にしていくという時代でした、はい、で、まあ簡単に下に書いてるんですが、まあ、鯨油、要するにクジラですね、はい、クジラに、クジラから取れる油、まあ、これ蒸気機関に必要な油で、はい、まあ、ランプとかにも使うんですけども、はい、そういった油と、あと綿糸ですね、はい、それから小麦、製鉄、まあ、こういったものを大量生産でき、蒸気艦船を大量保有する国、まあ、これがまあ大国となると、必然的に大国になる、はい、それに対して日本の現実はどうだったかというと、はい、まあ、日本って江戸時代、はい、囲まれて、まあ、事実上鎖国しているので、はい、経済が循環してるんですよね、はい、大きくもならないけど小さくもならんと、なるほど、でも世界はどんどん大きくなる方向のサイクルに行く中で、はい、そのまんまの規模を維持しているので取り残されていくわけですね、はい、はい、でまたもちろんそうだから産業市場なんかね、産業なんか作らなくていいので、はい、まあ、そういったところに対応の遅れがあったり、はい、でまあ情勢がそれとね、国内の情勢と海外の情勢でえらい違うということで、はい、でまた当時ね、運の悪いことに天災が、地震は起こるわ、火山は爆発するわ、大変なことになって、なるほど、でもそれでそれなんか重ね重なってもう爆破体制というね、ものが由来できたというのがあります、はいはい、じゃあ次お願いします。で、そこでですね、先ほど出た小栗忠政の改革なんですが、まあ、若干そのおさらいしますと、はい、まあ、重商でなく産業でもって国を発展させようと、これで横須賀製鉄所を作りました、はい、また物量、要するに米とかですね、はい、そういったものではなくて貨幣でもって国を治めようと、なるほど、まあ、打艦法則っていうんですけど、これは金と貨幣ですね、はい、価値を一体化して回すと、今我々円とか紙切れですけど使ってるじゃないですか、はい、ああいった制度をやりなさいと、なるほど、ですね、簡単に言うと、でまた階級をなくし門閥をなくし実力で国を治めようということで、うん、まあ、彼は考えていたのは大統領制、議会制、はい、でまあ、国家教育への移行ということで、藩が別々に教育するんではなくて、はい、国家一体として教育をして、で実力のある方は大統領をやって、はい、議会の議員やってということを考えていました。でまた国民海兵軍を創設して国民で国を守るべし、要するにそれまで武士階級というのがね、はい、軍事力を占有してやってましたけど、そうじゃなくて、はい、全員身分にとらわれず全員軍人になってやりなさいということで、はい、国民海兵軍をやりなさいと、はい、
でそれがまあ簡単に標語になるとこうなるということで、富国強兵殖産工業和魂要塞ということになるということですね。はい、じゃあ次お願いします。で、幕末、これですね、面白いんですけど、はい、私が非常に面白いなと思うのは幕末の不思議ですね。不思議現象があってですね、はい、今日の一つのポイントです。はい、幕末、はい、不思議なんですよ。はい、何が不思議か分かります？いやと言われてもピンとこないですね。何も言ってない、はい、ですね、例えば幕府は、はい、幕府と、はい、薩摩長州、はい、と比べてどちらがじゃあ開国派だったか分かります？開国は薩長、はい、実は逆だったりとかいうオチはないでしょうね、まさか。そうなんですよ。実は全く逆なんです。なるほど。で実は薩長というのは尊王攘夷と言われていて、天皇を中心に外国人と見ればみんな綺麗という連中だったんですよ。超保守派、はい、それに対して幕府は今のままじゃダメだから早く改革して国を変えなきゃダメだっていう派閥だったんですね、はい、なるほど。でそれがまああそこに書いてるとこなんですけども、画面で書いてるとこなんですが、はい、まあ老中飯太郎っていうのが出てきてですね、はい、安倍老中と飯太郎、これあの国際感覚豊かな人たちで、まあ、経済も当時の日本の経済を立て直すためには開国しかないと思って開国をすると、はい、でまた、まあ、それに合わせてですね、あの幕府であるとか、あの、幕府を助けようとする藩ですね、はい、まあ、佐賀、会津、桑名、小倉、熊本、福井、宇和島、松山といった、まあ、こういった藩が、はい、あの結局改名改革路線を突き進むわけですけど、はい、それに対して、まあ、どちらかというとあの副将軍の水戸家を中心に戸様大名が、はい、あのいやいやいや原則だからダメだろうと、外国人なんかみんな切りゃいいんだっつって、はい、まあ、水戸、金沢、薩摩、長州、土佐ですね、福岡、はい、うん、まあ、こういったものがですね、外国人と見りゃあの、まあ、開国して居留地に外国人が来るようになるんですけど、その居留地に侵入してですね、いきなりぶった切ったりするわけですよ、はい、外国人。恐ろしい連中ですね。ぶった切ったりする。その中心人物は高杉晋作というね、後に有名になる人ですけど、そんな人は彼なんか若い時ですね、外国人の目で全部首跳ねろっていう、あのすごい極論の持ち主だったんですけど、はい、まあ、後にね、若気の至りだったというんですが、まあそういったこともあって、はい、でそんなんがですね、結局日つぶさちも行かなくなって結局大事件が起こります、はい、桜田門外の変と坂下門外の変、この2つあります。歴史でもよく聞きますね、はい、これ桜田門外の変っていうのは井伊大郎が、殺された桜田門外で殺された事件で、はい、で坂下門外の変っていうのはこれは安倍老中が、襲われた事件ですね、はい、で老中筆頭あるいは大郎、要するにね、あの幕府のトップである彼らが、はい、あの白昼堂々ですよ、白昼堂々このいわゆる尊王攘夷を貫く、はい、水戸を中心とした連中にですね、うん、テロに遭うわけですよ、殺されるわけですよ。なるほど、信じらんないですよね、こんな状態ね。現代のテロですね。すさまじいことが起こってですね、はい、でそんな裏側にはまあ例えば薩摩の島津成明さんっていう方がいらっしゃったりして、はい、でまあそういうことがあったんですが、はい、まあ、あのところがまあ成明さんがお亡くなりになってですね、はい、その弟である久光さんが、政権を取るとですね、ちょっと流れが変わってきます、はい、それと同時にあの生麦事件っていうのを契機として、あ、はい、あのまあ要するに旅行中にね、あの切っちゃったみたいな ね、はい、ね、イギリスに切っちゃったみたいな事件があって、はい、まあ、それでイギリスは報復で戦争をするわけです、はい、戦争を吹っかけてくるんです、はい、でこの戦争、実はですね、はい、薩摩はイギリスと引き分けます。引き分けるんですか？イギリスに負けたわけじゃないんです。実は薩摩とイギリスは引き分けるんです。負けではないです、はい。実はイギリスはですね、艦長と司令官が死ぬんで、結局ですね、これ戦争的には痛み分けだったんですけれども、はい、薩摩はですね、この時に撃ち込まれた砲弾に着目してます。はい、全然レベルが違うんですよ。ほう、技術レベルが。ほう、これに衝撃を受けた薩摩は、あの久光のもと方針転換をします。ほう、幕府を助けようと。おね、一つ尊王攘夷派が幕府派に移るということになるわけですね。願いですね、はい、なるほど、はい、じゃあ次お願いいたします。で、そうするとですね、はい、まあ、あのそうするとというか、まあ、その前にですね、まあ、幕府がやっていたこと、はい、まあ、文物にとらわれず本当にですね、戸様大名でもの戸様大名出身の人たちでもですね、はい、海外留学、優秀なやつは海外留学させると幕府の金で、なるほど、そういったことをやったりですね、はい、あと、まあ、日米修好中枢条約、先ほど小栗の話に述べましたけども、はい、まあ、ああいった形で非常にもう世界中から称賛されるほどの素晴らしい外交技術を見せてですね、はい、まあ、非常に世界から称賛される本当に素晴らしい幕府、開明的な幕府っていうのを示す反面ですね、はい、まあ、国内では結構苦しかったんですけれども、はい、それをなんか、まあ、よく考えましたよね、
朝廷と、要するに彼らはあの反対してる連中は尊王攘夷なので朝廷を上に上げて攘夷をするっていうことなので、うんうんうん、その朝廷と結んでしまえば勝ちじゃねえかっていう話になってですね、そこであのその朝廷 の, あのトップである天皇 の, その妹である和宮とですね、はい、それと当時の将軍であり家持ち、はい、これをですねあの結婚させてしまえと。なるほど。あってですね、それが一番早いと早いと手取り早いと、はい、手取り早いと。でそれ結婚させるわけです、はい、で後部合体と。でところがまあねこれねあの仲が悪いけどうまくいかないんですけど、はい、これがですね家持ちが素晴らしいんですよ。もう、はい、和宮をもう大切に大切に大切にするんです。おうだからもう和宮ね初めはね私は朝廷から来たんだから徳川みたいなね、はい、あのゲスなところの言うことなんか聞けませんって言ってたのに、はい、もう家持ち様のためならばと言って全て自分を変えてしまうわけですね。なるほど。でこうなってしまったらですね大御所であるあの有名な篤姫さんですね、はい、はあ和宮なんて可愛いんだってなるわけですよ、はい、それでもう和宮篤姫家持ちのこの蜜月がなってしまってですね、はい、その話が和宮から天皇に行くわけじゃないですか孔明天皇に、はい、そこ孔明天皇もあそんな家持ちならじゃあ俺は家持ちを信頼するよってそこら辺の、ね、貴族の部下たちじゃなくてっていう話になるわけですよね、はい、なるほど。そのはい14代将軍です。家持ちは14代将軍になります、はい、の一つ前ですね、はい、なるほど。で結局それでですね朝廷がですね政策を転換してしまうわけですよ孔明天皇の命令で。でその結果どうなるかというと、はい、砂漠派要するに幕府派の会津桑名がですね京都を制圧するわけですね、はい、でそのそしてですねもう一つ有しあの海外貿易で一番重要な関門海峡、はい、でこれをですねあの小倉藩と熊本藩が制圧するわけです、はい、でそういう事態になってしまうとですね、まあ、殺非常にその一番その尊王攘夷の筆頭であった長州がですね、はい、厳しくなってくる、はい、でしかも薩摩がですね会津側につくわけですから、はい、まあ、で土佐が封じられてしまうというような状態になってしまって長州孤立しちゃうんですね、はい、そこで結局長州どうしたかというと、はい、こうなったら力づけ天皇奪えって話を戦争吹っかけるんです。なるほど、はい、でこれが禁門の変といってですね、はい、いきなり攻め込むわけです。なるほど。御所に。ところがもちろん惨敗します、はい、でこれで惨敗したことによってでその後また長州征伐があってですねで長州は完全に降伏します、はい、でこれによってですね尊王攘夷派が一掃されてしまうので、はい、日本はやっと開国近代化の道に行くんですよ、はいはい、なるほど、はい、というわけで次でございます。はい、すごいやったれーな、はい、やったれーな感じ、ね、話が、はい、うん、ところがですね、はい、来ましたところが面白い話なんですけども、はい、改革改名を進めるはずの幕府がですね揺らぎ始めます、はい、おっといろんな、まあ先ほども言いました天災が起こったりしてですね、はい、貧富の拡大があって不満がある、はい、であれは近代化政策でもうガンガンやるわけですから財政が悪化する、はい、まあ、そういったことで非常に厳しくなってくると、はい、家持ちの時期です、はい、14代家持ちの時期ですね、はい、でまたですね近代国家を作ろうとする特に幕府がやろうとしているのは身分制度まで破壊しようというあの改革なので、はい、そうなると、ね、幕府は身分制度のトップに立ってるわけじゃないですか、はい、その改革しようとするその若手連中はいますけどその他の連中はやっぱり気に食わんですよね、はい、気に食わんからそれを潰そうとする連中も内部で出てくると。なるほど。で敵の敵は味方の感じで戸様と組んでくるような幕臣も出てくるわけですね。でそんな状況を逆手にとってですね、はい、長州内部で、はい、幕府派に全部移ったにもかかわらず昔のその禁門の変を起こした連中がですね、はい、クーデターを起こすわけです。ほほほ、来たクーデターですね。でところが彼らすごいんですよ、はい、もうこのままではもう尊王攘夷はいかんと、はい、だから改国改名の中で幕府を倒して俺たちがやるんだとなるわけですね。すごいです。なかなかロックな連中ですね。なかなかロックな連中でしょ。いきなり思想変えたい。はい、あ、ロックロック、あ、ロック、ほんとですね、はい、なんか来ましたね、ロックな、はい、ロックなあれが、ね、あ、なんか警察が来ました ね、 そうですね。警察の話もちょっと言えるかなと思ったんですけど今んところ何もないです、はい、ったっす。パトロールですね。パトロールですね。来ましたね。じゃあ話売りましょう。あ、そうですね、進めましょうか。はい、でこの長州クーデターが起こってですね、はい、彼らは、まあ、要するに近代化は一緒に進めると、はい、ただし俺たち幕府が気に入るから幕府潰すと、幕府じゃ無理だろうとできんという話を言い出すわけですね。なるほど。そうなったらですね、薩摩からしてもね、いや薩摩も正直な話、もともと戸様ですから、はい、幕府なんか嫌いなんですね。なるほど。だから長州と組んじゃえ、はい、幕府潰そうって話になるわけです。おいおい。というわけで次のページお願いします。ここで来るのがで、そういう話になってるわけですから、はい、当然幕府が怒りますよね、はい、だから第二次長州征伐っていうのをやるわけですけど、はい、これが大誤算なんですね。誤算と、はい、
あの圧倒的戦力で攻めたはずなんですけども、はい、有力な藩がですね全部途中で離脱する、なんだと内部分裂する、しかも内部情報全部薩摩が敵に回ったから筒抜け、おっとで一番重要な小倉口の戦いっていうのがあって、小倉藩があったんですよ、はい、小倉藩がですねその、まあ、前後してですね藩主が亡くなったりとか内部抗争があったりして一気に弱体化してたとかいうのって、はい、で、ま、あのなかなか一般だけでは戦えない状態になってたんですね、はい、でそれを、まあ、熊本と一緒に戦ってて、あの長州軍には圧勝してたんですけど、はい、結局ある時熊本藩がもう俺たち無理だっつって撤退しちゃったもんだから、はい、あの結局、長州軍は結局小倉軍には勝ってないんですけど、はい、小倉軍としては守れなくなって撤退したという経緯があってですね、まあ、そういうのがあってですね、はい、各戦線で敗北してしまうわけですよ、はい、でそういうのがあって、またあの裏からですねイギリスがですね、むしろ幕府は非常に優秀なので、むしろ長州を使って日本をうまくしたいという英国 の、はい、あの意図もあったらしくてですね、はい、まあ、それで、はい、長州と組むということで、その圧力で幕府をちょっとうまく動かせないようにしたと、はい、でまたその時にですね、まあ、運のいいことか運の悪いことか知らないですけど、光明天皇と、はい、それと将軍家茂が亡くなっちゃう、あらまあ、そうなったらもうダメですよね、はい、幕府はね撤退するしかないみたいなですね。でそうなって結局総崩れになってしまう、うん、そうなったらまた話が変わりますよね、はい、他の各藩はみんな勝ち馬に乗れで長州に乗れみたいになるわけですよ、はい、でそうなって一気にですね、おかしな話なんだけど幕府は崩壊に向かうわけです。安定していたにもかかわらず崩壊に向かっていくという、はい、自分たちが変えた政策がですよ、はい、乗っ取られて崩壊に向かうわけですよ、自分たち自身、恐ろしいですね、恐ろしいでしょ。でそれをなんとかしようと思って、はい、で目指す先は一緒だということで、はい、将軍慶喜は大政奉還をやるわけですね。体制奉還すると、で一緒になって国づくりをしようと言うんですが、薩長は許さんですよね。なるほどですね。いやだから俺たちは徳川潰すんやからって話になるわけですよ、はい、でいきなり戊辰戦争を仕掛けるわけです。なるほど、うん、で戊辰戦争を仕掛けてですね、これまたまた面白い話だけど、鳥羽伏見の戦いというのが一番初めにあるんですが、はい、これですね実は幕府軍圧勝してるんですよ。当初1日目2日目圧勝してるんですけど、はい、3日目にですね錦の御旗がパーン立つんですね。錦の御旗っていうのは天皇家の旗ですね、はい、その瞬間ですね進撃が止まるんです。錦の御旗に対して銃は撃てんなるわけです。でその感激、その瞬間に、まあ、薩長側が、まあ、反撃をするんですけど、はい、その話を聞いたですねなんと将軍慶喜がですよ、はい、逃げるんですよ。あれあれ今だってことで、はい、15代の慶喜、まあ、大政奉還してますからもう将軍位はないんですけど、その彼が総大将であるの慶喜がですね、はい、いきなり部下たちにお前らは戦えって言いながら自分は江戸に逃げるんです。これを見たらもう兵士たち戦えんですよね、まあ、士気だだ落ちですよね。それは圧勝してて勝てると思ったってそれはみんな逃げますよね、はい、でそれで総崩れになるわけですね。ほうほう。でそして一回勝ったその薩長軍は結局新政府軍と名乗って、はい、江戸に進撃を開始すると。なるほど。で江戸は江戸でまあね江戸が大変なことになったらまずいというんで、まあ、幕府の判断で、まあ、無血解除に持ち込むと。なるほど。でところがですよ、はい、そうなってきてその代わりに江戸無血解除になると徳川を残さなきゃいけないって話になるんですよ、はい、そしたらですね振り上げた矛は収められないので、まあ、薩長としてはどっか敵が必要になるんです、はい、そこで合図に目をつけるわけですね。おで合図はですね絶対に自分たちは天皇家には服従すると、はい、だから新政府に歯向かう気はないと何回も何回も言ってたにもかかわらず結局薩長は攻め込むわけです、はい、なるほど。でそうなった時に合図は何をしたか、はい、これが重要なんですけど次 の、 大河ドラマがですね、はい、新島八重さんといって土砂、はい、を作られた新島嬢さんの奥さんなんですが、はい、その彼女は会津の精神を貫いた女性と言われてるんで、はい、ぜひね大河ドラマ見ていただければ面白いと思うんですが、はい、その彼女が結局彼女 の、 いわゆる論理にもなっとるんですけど、はい、会津はこうなったからには間違ってることを負けてでも示そうと。なるほど。だから絶対我々は貫くんだということを、はい、戦争の中で示すわけですね。なるほど。城下に行った時には婦人たちは全員自決してみせるわけですよ。おお。であるいはもう普通の兵士たちはみんなもう正面から、はい、突撃するわけですよね、はい、そうやって会津のお前たちが間違ってるんです、新政府のお前たちが間違ってるんだっていうのを示すと、はい、まあ、これをならぬものはならぬという、まあ、会津の精神なんですが、はい、まあ、それを示したというのがまあありましたということで、はい、じゃあ、はい、そうです。白虎隊はですね少年隊なので少年部隊なので事実上本当は戦争には参加させないっていうのが軸であったみたいですね。でまあ、ただねなかなかそうは問屋が下ろさずっていうことでなっていたということです、うんうん、はい、あ、女性は成人した女性だけですね。なるほど、はい、
じゃあ、巻き巻きで次からはもう完全に次から巻き巻きにします。はい、こちらははい、まとめですね。まとめは、まあ、簡単に言うと、まあ、先ほども言いましたが、改革派だった幕府が崩壊して、その攘夷派だった薩長を勝ってしまうという、この日本史の不思議があったということです。はい、じゃあ次お願いします。いやー、本当不思議ですね。不思議でしょ。日本史って面白いんですよ。こんなん海外じゃ絶対ありませんからね。ここまでのね、大転換はね、なかなかね。できましたね。まあね、明治維新前後、まあ、こういった話でどんどん統一国家っていうのができてきたり、はい、あるいは大国がいろいろとね、はい、非常に問題が起こって内戦が起こったりして大変なことになってるという状況の中で、うん、まあ、その中でも日本が、まあ、ドイツやイタリアと同じように、まあ、統一国家、明治政府っていうのができたということになります。はい、まあ、ただね、日本にとって非常に問題なのは人種差別が蔓延していてですね、白人優越主義、はい、で黄色人種への、まあ、恐怖とかね、まあ、あってですね、はい、まあ、白人種が、まあ、主体の世界ですから、まあ、その中では結構卑下されるっていうのは一つあったというのがあります。はい、じゃあ次お願いします。で、まあ、明治の奇跡と言われるんですけど、はい、まあ、明治ではね、まあ、いろいろとあったんですが、まあ、一つその国境を確定しなきゃいけないとか、まあ、いろいろあってですね、はい、まあ、うまいことやるんですね。はい、でまた小栗が先ほど言った案に基づいて、まあ、国家を建設していくと。はい、でそれで、まあ、英国の戦略にうまく乗っかって、まあ、ロシアの脅威をうまく排除して、でアジアの改革に行こうという、まあ、そういった発想にもなって、はい、うまくですね、国防をね、確立していくという形にします。だったら、まあ、国防をなくして国家なしなので、まずは国防からこうやって整理していくということになります。はい、順調ですね。はい、順調ですね。はい、非常に順調です。はい、じゃあ次お願いします。で、次に産業教育なんですけども、これまた小栗さんの案ですね。はい、食産工業っていうのをやります。で、まあ、これはいまだに日本そうなんですけど、国家がリスクを負って産業を創造すると。はいまだにそうですよね。国からなんか経済産業省か何かが降りてきて、それに基づいて産業を作って、はい、民間企業が頑張るみたいな構図なんですけど、はい、これはこの時にもう幕末から小栗さんが作った案でそのままできてます。なるほど。でこの時に目をつけてたのが、もともと世界一だった生糸産業と、もう一つは綿糸ですね。はい、で我々ね、衣服は必ず着るので綿は売れるだろうってことで、ね、はいはい、それをやったということです。でまた軍事戦略とか経済戦略と一体化した産業戦略っていうのをもう当時から取っていたと。はい、これもまた小栗の案ですね。これ戦後完成するんですけど、はい、通産省ができて完成するんですが、まあ、そういったこともやってます。はい、じゃあ次、小栗さん大活躍ですね。大活躍ですね。近代日本作ってますね。はい、彼は首跳ねられたんですけど、ね、彼の案だけは残ってなるほど。はい、小栗旬のおじいちゃんじゃないですか。でまた明治の奇跡、はい、戦争ですね。戦争です。日清戦争、日露戦争はご存知ですよね。そうですね。で日清戦争と日露戦争で日本は勝つんですよね。はいはい、これがまあ明治の奇跡の象徴だと言われてるんですが、はい、まあ一つだけね、でもね、指摘させていただきたいことがあってですね、日清戦争、はい、これ清国という国家と戦ったと皆さん思ってますよね。はい、まあ日清戦争ってつくぐらいですからね。うん、ところがですね、実は清国の中の北洋軍閥ってとことしか戦ってないんですね。おお、国家の一部みたいなものですかね。はい、国家の一部ですね。国家の中の軍閥という私的な軍隊ですね。李鴻章という方が持ってる私的な軍隊である北洋軍閥と日本が戦った戦争なんです。なるほど。でこれも国そのものではない。はい、そうなんです。でしかもこれもですね、朝鮮の改革をめぐって戦ってるわけで、別に清国と日本が戦争したかったわけじゃない。はい、ああ、なるほど。でまあ、これはですね、まあ、実際の戦闘はどうだったかというと、まあ、日本がまあ圧勝するんですが、はい、まあ、これはよく戦術的な話を言うと、はい、まあ、現場の判断で圧勝したと言われています。ほう。でしかも現場の判断、大本営の、ね、命令を無視してですね、旧砂漠派、はい、要するに幕府を助けた連中の出身の将校たちが非常にもともと優秀なので、はい、彼らが大本営の薩長の無能どもの話など聞かず、自分たちで勝手にやるんだっつって、はい、やって圧勝したという。なんか非常にロックな連中ですね。はい、ロックな連中ですね。でまた次は日露戦争なんですが、日露戦争、はい、ロシアは巨大だ巨大だと言われているはいですよね。はい、実はそうでもないんです。おお、巨大なんですが、当時のロシアは財政破綻寸前です。はい、なるほど。もうガタガタなんですね。ガタガタなんです。でニコライ2世という皇帝になってからもう大変だったんですよ。はい、でだからこそ、その自分たちは相当小麦を生産できるので、小麦を世界中に売りたい、はい、だから不凍港が欲しい、要するに凍らない、はい、港ですね。はい、そのために大連とか旅順とかが欲しくて、それがまあ日本が絶対保有しなければならない朝鮮半島の目と鼻の先にあるので戦争になったわけですね。はい、
で、まあ、ただ財政破綻寸前のロシアですから、はい、まあ、向こうも戦えんわけですよ。なるほど。だから向こうも戦いたくない。でも日本も本当は戦いたくない、はい、でもまあどっちも疑心暗鬼が及んで、もう今のまんまじゃまずいっつって日本が先制攻撃を仕掛けるわけですね、はい。でまあ、これが凄まじい戦争でですね、はい、世界で初めていわゆる近代国家同士が戦った戦争なので、はい、もう死傷者が莫大なんですよ。もう一つの戦争で数千人死ぬというとんでもない。全然変わるんです、はいはい、数千人単位で死ぬんですよ、一つの戦闘ですよ。でもそれが何回か継続するとあっという間に万人いきますから、はい、でもうお互いに何十万と死んでという戦争で、はい、結果的にです、ね、全部合わせると、はいはい、でこれでもですね、奇跡の戦線維持を果たしたのは一番今、うんの時代では一番あまり表に出ていない第二軍と言われる戦力で、はい、これは小倉藩の奥安隆さんがですね、総司令やってたんですが、はい、その方がやったいわゆる砂漠派ですね、はい、要するに旧幕府派の連中が、はい、たくさんいるその第二軍がですね、はい、超近代的な戦い方をするんです、はい、まあ、有名な話で言うとそこにいた松山出身の秋山義振という方がですね、騎兵のトップだったんですが、その彼が結局騎兵はもう時代遅れだっつってですね、はい、機関銃を片手に馬から降りて戦争するとかですね、はい、そんなことができる第二軍だったという、それがまあ勝った要因ですね、陸前用で勝った。で海上ではまあ有名な日本海海戦で、はい、統合ターンで圧勝したと言われております、はいはい、であとはまあ外交努力等でまあなんとか勝ちに持っていったというのはまあ日露戦争だということです。じゃあ次お願いします。日本の奇跡ですね。でまあそういう形でですね、日本がね世界情勢変えてしまうわけですよ。まあ近代国家同士の大戦争に勝ってしまう、はい、でこれによってですね、それまでの状況が全部変わってしまう。先ほど言いましたが、はい、騎馬戦はもう不毛だと、はいはい、であるいはまあモルトケ戦術っていうんですけど、ドイツが開発した近代的戦術なんですが、一、はい、つ一人の司令官が全情報を把握して動かすっていうのも、これもまあ全く通用しないというのが分かりました、はい、でもうこれからの世界は国家総動員による大戦争が軸になるだろうというのが、はい、まあ、これで見えたということ で、うん、でまた日本はですね、斬新な植民地経営もします、はい、で普通の国々は全部市場として見たりするので、はい、収奪していくわけですよ。例えばコカインだけ作らせ、コーヒーだけ作らせるとかね、はい、まあ、そういったことするんですけど、日本は違うんですね、はい、そこに産業を作っちゃうんです。ほう。だから朝鮮半島とか台湾とかに徹底して工場とか作ったりしてですね、はい、一貫したそこで経済が回る仕組みを作るわけです。でそれがまあ国防のためにもなるということでやるわけですね、うん。でまた人種論、もう黄色人種である日本が勝っちゃうわけですから、はい、まあね、いろんな植民地の人たちの自信になる、はい、であるいはまあ日英同盟、日露協商、もうこういうことで世界中の世界支配のまあ要として、まあ、日本が動けるようになるということになるわけです、ね、はい、じゃあ次お願いします。でまあ列強日本の完成ということで、まあ、はい、ここでですね、日本は国防的な問題はもう全部解決します、はい、でこのあと第一次世界大戦が起こるので、はい、まあ、第一次世界大戦でもまあ大体日本は圧倒的な力を誇ってですね、はい、まあ、結果的に日本は強国と列強と言われる国になります、はい、ということです。はい、じゃあ次お願いします。さまきまきでついに、はい、近代にどんどん近づいていきますね。もうすぐで、そして昭和へですね、はい。でまあ、大正時代に、まあ、日本は列強になります、はい、で列強になった中でもですね、いろんな不安があって、まあ、内政問題もいろいろと課題があってですね、で経済的にも非常に豊かにはなるんですけども、はい、経済的に豊かになるっていうことはどういうことかというと、貧富の差も拡大するわけですね。なるほどですね。なかなかこれが大変でうまくいかないもんで、はい、それをなんとか国にお金があるうちは貧困者にそれを分け与えることができます。それはまあ原敬内閣という時にですね、まあ、いろんなインフラを整備して、で田舎に鉄道を引くと、はい、ガデン引鉄と言われるんですけど、はい、これでまあ世論を掴んで権力を掌握して、またそういう人たちにお金を分け与えるということで貧困問題をやるんですけど、はい、お金が尽きるんですね。なるほど。お金が尽きてやらなくなるんです、はい、やれなくなるんです、はい、そしたら殺されたんです。あちゃー。そういうことなんですね。しょうがねえよ。はい、でまたそれをなんとかしたいというので、はい、加藤高木内閣っていうのがですね、まあ、普通選挙をやるわけです、はい、でそれまでの選挙っていうのは税金を高く納めてる人しかできなかったんですが、あ、はい、これは普通選挙ということで全員 OK と、男子だったら全員 OK と、はい、また今よく言われる裁判員制度、はい、まあ、その元のネタになる陪審制度とかいうのも確立されて、非常に民主的な国家に日本がなっていきます。でそれもこれももともとその日清日露戦争で国民が総動員で戦ったという現実があって、はい、なんか国民世論の力っていうのは非常に重要視されるようになるわけですね、はい、でまあそんな中、まあ、関東大震災とか起こるんですけれども、はい、まあね、日本経済が大打撃を被ったり、まあいろいろして金融問題が起こったりするんですが、はい、まあ、基本的にはその日本が民主的な世論が非常に力を持った、はい、
国家になっていくということで、はい、まあ、明治までの国家はどちらかというとトップの人たちがすごい権力を持っていたんですが、大正時代を通して、はい、もう世論っていうのが非常にあの国家の運営に最大限にあの強い力を持つ、そういった時代が、はい、昭和になっていくという前提になっているんだという話になって、はい、まあ、今回は終わりなんですけれども、はい、昭和に入る前で終わりでございました。なるほど、序章ですので、序章ですか、はい、入るまでです。昭和史はですね、これ非公式でやるので、はい、これはちょっと今日は序章ということでですね、これ何回かちょっと分けていきますので、はい、ちょっと長くなって申し訳なかったんですけども、はい、すいませんが今日はちょっとここで序章ということで、はい、序章ということで、どうでしたかお二人、ちょっとあの私が喋りすぎたんですが、いやそうですね、なかなかですね、あの歴史上で出てこない人たちがバンバン出てきますし、まあそうですね、え、そんなんだというちょっと思わぬですね、あの、はい、ところもあったりするので、非常にやっぱりちょっと興味深いというか、はい、ありがとうございます、はい、結構こう学校とかで習う社会で、はい、テストに向けて覚えるとこう、はい、年表を、はい、はい、でしょ、はい、でもパッとしないじゃないですか、はい、そうですね、がちょっとつながりそうになりますよね、うん、はい、まあ確かにそうですね、うん、まあそういうまあそれが編集力っていうんですけど、はい、あの寺下さんのね、はい、まあ本業のですね、はい、そういう感じになりますので、なるほど、はい、で、まあ、この非公式昭和史、はい、次回はですね、はい、9月にします、はい、で配信はしません、はい、なので来ていただかないと、これはですね、ユーストリームスタジオ北九州を会場予定にしております。はい。すいません。来た人しか聞けない、はい、そうです。来た人しか聞けない内容になってくるので、はい、まずはまあ昭和1年代といいますか、はい、昭和10年ぐらいまでの話をしようかなというふうに考えてます。はい、でまだちょっと日程は決まってませんが、9月の後半ぐらいに1回やれればなというふうに考えてますんで、ちょっと平日希望だな。平日希望で、はい、分かりました。ちょっとまあ Facebook の方で、はい、それはちょっとやりますんで、はい、またよろしくお願いします。メモとか記録類はもう完全に禁止っていう。そうですね、メモは禁止で、はい、聞くだけで、あと一つで、はい、身一つで来てくださいということです。いろいろと問題が、はい、あります。また、まあ、詳しいことは Facebook で、はいはい、よろしくお願いします。あと一ついいですか、はい、ツイートの方で、はい、若いのによく勉強してるなという、ありがとうございます。お褒めの言葉が来てました。 ありがとうございます。むしろ反論ください。はい、戦争の時に、はい、あの八甲田さんのあれがあったんでしょ、はい、八甲田さんはですね、日露戦争ではなくて、演習中ですね、演習中ですね、陸軍の皇軍の、日露戦争に、あ、そうです、そうです、日露戦争までの間です、日清戦争と日露戦争の間に、うん、日露戦争を戦うために、戦う様子、そうですね、ソ連じゃない、ロシア軍に対応する戦力を作るための訓練で、はい、そうです、それはもう間違いないです、はい、ですね、はい、はい、そうです、ありがとうございます、はい、というわけで、今回、非公式昭和史序章、はい、終わらせていただきます、はい、もう配信はもう1回きりという、はい、1回きりでございます、はい、1回きりの予定でございますので、はい、はい、あの序章からの第1章に続けてはですね、はい、まあ、ユースリム北、はい、スタジオ北九州に、はいはい、ぜひご覧いただきお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございま、本当に気になる方は、寺下さんに直接聞いてください。天の声が今気づいたけどマイク使うようになったんですね。さあ、この後はこれまだ繋がってるんですよね。そうですね、今実は着々と後ろでちょっと準備してたんですが、そうなんですけど、ちょっと皆さんにお願いがあるんですけども、はいはい、その位置であればカメラに映らない可能性があるんですよね、はいはい、なので、あの前の方に、鍋というか机の方を持っていただけると、そうですね、映りやすいことになりますので、お願いします。セッティングタイムに入るということで、そうですね、はい、ですね、はい、よろしくお願いします。その間、お世話になっているスポンサーをちょっと、はい、ね、見ながらちょっと僕が、はいはい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと、はい、流れ入ります。はい。はい、これは黒崎町中大学ですね。これは今回のスポン、今回の会場のスポンサーをしていただく方々です。はい、今日の会場場所ですね。はい、これはうちのスタジオの、スポンサーになっております。